それの繰り返し できるだけ何もしない。三友さんに石田牧場に最初に来てもらった時が、就農して7年目だったと思うんですけど、その年に確か初めてタンカルを撒いて、三友さんにタンカル撒いたって話したら、タンカルより農林がいいってそういうアドバイスが決まって、で僕その後農林っていうものがどういうものかって徹底的にちょっと調べたら、すごく農林ってものに引きつけられて、だけど農林すごい高いから毎年撒くことはできないけど、できれば農林を撒きたいと思う。で農林を撒いてタンカル撒いて何も撒かない年がしばらく続きまして、ここ5年はミネマジックという道南のサンゴの化石を撒いて、そのサンゴの化石はカルシウム濃度は確か 14% くらい、タンカルみたいにはなくて、で最初の、ね、数年はよく、まあ、試験場だとか普及所が来てとか掘ったりすると10年土壌だし、最初の年あまりにも食わないところを草も分析出したり土壌も分析出したりしたけど、やっぱりタンカルを大量にまけてしまった。でも、まあ、7年間タンカルもまかずに、僕ねさっきどのくらい量まくかって話し合いがあったけど、まくとしても単20キロぐらいタンカル、それも素材タンカルだからすぐに何だろう利用されない、わざとです。やってることといえばそれぐらいで、あとはもう牛が装置を作ってきてくれた。牛と草に何かお任せ した結果が毎年毎年何か装置が良くなってくる。ただ悩みの種は兼用地を増やしていくと、この放牧専用地にとってはいいけど、兼用地の地力がなくなるのをどう牧場内の堆肥を還元していくのかっていうのがここ数年の課題。ちょっと午後牛見に行くときにちょっと今舐めるような状態になっている放牧地が見れる。そういう感じでやってきてます。で牛舎では収納当初はね、配合4キロパルプ2キロだったけど、それを配合を徐々に減らして収納して10年目にパルプだけにして、でその後ベースペレットっていう餌に変えて、20年経過した時だから6年前かな、6年前から草だけ牛舎で舐める程度乾燥を上げて、で放牧地の社会時期になったら再冷地と乾燥と、で今年の入場に関してはちょっとびっくりするぐらいで、コースで平均年が何キロぐらい、草だけだけど今時期でっていうのは、今年干ばつですごく例年にない状態になって、ちょっと息子と話し合って2番毎年刈るところを刈らないで放牧地に広げようっていう対策と、夏の本当に左続きの時は、まあ、久々に草加台とあとトラック持ってきて近隣で草を食べさせる。でその後実は雨が降ってから息子とよく搾乳しながら話してたのが、これプチスプリングフラッシュ現象じゃないかという話して、なんか雨が降らなかった干ばつの時再生ができなかったけど、しっかりと光合成は実はしてたんじゃないかと思うぐらい、雨の後の地力の回復が凄まじくて、あと今年ちょっと例年よりも夏海がちょっと多かったっていうのもあるけど、今時期に来てこの草だけでも平均で23キロ超えてるっていうのがちょっと今までにない現象で、別にそれ畜種で絞ろうと思って意識したわけじゃなく、なんか牛にお任せして、あと特徴は僕を区切らない、して道路を渡すところは自然と僕区切れちゃう、基本大僕天地北で収納して17年目かに北大が牛に GPS つけて調査したけど、僕区切れてないけど細かくデータ上を取るのに分析するのに細かくコンピューターで分けたら、実は牛は夏の日に隠れるときは近隣のところばっかりいるけど、それ以外の季節はほぼ全面積に食べ歩いているというのがデータでも出たし、最初の年食べるところ食べ残しのところが激しかったのが、ずっと何もしないでいたらほぼ全面積無駄なく食べるっていう、それは僕としてはもう牛任せ、
近隣で牛糞尿型になるところもそれも受け入れるっていう、それを繰り返していた結果、はい、コウスケから何か。放牧地は毎年置いてるんですか。